ぞ。私が先に言おうと思ってたのに。そんなの知らないもん。まあまあ2人ともって聞いちゃいねえし。おめでとうございます、リトさん。ありがとう。ヤミもありがとな。本当この日までよく生き延びられたものですね。だからおめでとうだってさ。よかったね。あ、向こうに春菜さんいたよ。ちょっと行ってくるね。ヤミさん行こう。ああこら走るなよ。本当あっという間だったな。高校生活も今日で最後かと思うと、あら今さら泣きそうになっている人がいるみたい。式の間はケロッとした顔してたくせに。小手側の方こそ式の間はボロッボロ泣いてたくせに。うるさいわね。もうこんな日まで喧嘩しちゃダメだよね。分かってるわよ。あれ今サイレンジのとこにみかんが行かなかったか。それでこっちにゆうきくんたちがいるって聞いて。さあ写真撮りますよ。皆さん集まって集まって。だってさ、行こうぜサイレンジ。小手側も。何よ、ずいぶんおまけ扱いじゃない。悪い。ララさん戻って来られなかったんだ。うん、せめて卒業式くらい。ララさんのご両親ってそんなに厳しいの。まあ厳しいけど、この前通信で話した時はあくまで自分の意思でもあるってさ。ナナやモモも説得してくれてたんだけど。ララさんがそう言ってたんならね。結構頑固だもん彼女。だからこそ安心して離れていられたりもするけど、でも星に帰った理由すら聞かせてくれないし。あいつ何やってんだよ。せっかくその両思いになれたのに、あの後すぐいなくなっちゃうなんて。じゃあ撮りますよ。はい、笑って笑って。ん、なんか今空のあの辺りに、なんだなんか。ちょっとリト、何ララ飛んできた。まさかな。写真撮るって言ってるでしょ。何ぼーっと空見上げてんのよ。ちょっと聞いてる。いやでもほらあれ、なんかこっちに落ちてきてないか。ん、あ、あれって、え、もしかして、できた。主役は遅れてやってくるってまさにこのことだな。最高のタイミングでね。ちなみにこれララのエピローグです。はい、ララリーター。どこ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 、あの右のあの点のやつ。いや違うけど、こっちにまっすぐ落ちてくるんだけど。大丈夫だ、姉上にかかれば重力制御くらいって。あれ全然減速してない。受け止めろリト。リトさんしっかり受け止めてあげてください。リトが骨折しちゃう。マジかよ。よし任せろ。うわっ、あいたたた、大丈夫なら。あれちょっと待って、右の方にいるのは誰だ。おい泣いてるぞ。あらー、わー、プリンセス、プリンセスオブララ、まさにねえ。おいおい BGM これかよ。俺この BGM 大好きなんですよね。リトがなんか幼く見える。ああなんとか、たく無茶するな。おかえり、ララ。おかえり、ララ。夢じゃない、このリアルな重みが実感させてくれる。リアルな重み、体重のことか。けど、まったく
相変わらずだな。そうだね、ララはもうララだね。ペースを崩さない。リト、待った？待った。これをね、あのね、ララのルートの最後から連続して見てる人は多分感動が強いと思う。一体何してたんだよ、連絡もよこさずにさ。ごめんね。話せば長くなるから、いろいろ省略するとね、ビビルーク星の後継者が地球の高校生だっていうことでこねる人たちが結構いたんだよ。あ、まあ考えてみればそうなるよな。銀河中を飛び回ってそういう人たちを一人一人説得してきたの。ごめんね、思ったより時間かかっちゃって。つらら強すぎ。でももう大丈夫、今はみんなパパの後継者としてリトを認めているから。そんな大事なこと黙って、一言相談してくれたら俺にだってできることあったかもしれないだろう。私を選んでくれたリトのために、私一人の力でやり遂げたかったんだよ。ララ、これでずっと一緒だよ。話さないでね、リト。ああ、もう話さない、絶対に。はい、エピローグが終了です。次のバードにアフターストーリーを入れたいと思います。